はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらの暁十傑至高のバッテリー剣山ガチャですね。ちょっと言いづらいけど、で、デビューの一ノ瀬と二宮がピックアップキャラとして上がってます。で、ガチャの内容なんですけれども、初回の10連が、PR 以上1枚確定、まあ2人のうちですね、PR 以上1枚確定で SR の出現率が2倍と。で、2回目は、まあ、この一ノ瀬か二宮のどちらかの SR が1枚確定で、3回目になりますと二宮が1枚確定で、4回目になると一ノ瀬が1枚確定と、まあ、4回引けば3枚は SR が確実に手に入るというような内容にはなってるんですけど、いかんせんね、割引が初回の150のみなので、これね、全部やろうとするとね、900使うんすよ、石を。これがね、きついっすよね。で、さらに、もう4月に入ったので、パワープロの1周年記念ですね、これがおそらく4月の27の、まあ、パワープロ2016からパワープロ2017へのアップデートの日あたりで合わせてくると思いますので、あんまりね、石も使いたくないんだけれどもっていうところはありますけれども、まあ4回引いていきましょう。じゃあまたガチャの画面ですね。例によってチケットから消耗をしていきます。まあ、PR チケットが4枚、 SR が1枚、補助券が6枚あるので1回引けますね。じゃあ PR を、まず4連でいきましょう。一応グググは来て、うん、解放用がどれだけ出るか。犬川とか持ってない。あ、守くんが出たね。暁のね、守が出た時のために PR の守くんは貴重ですね。じゃあ普通の SR ガチャチケットを引きましょう。1個、まあ、ここら辺は普通の SR の演出ですね。虹がね、やっぱりかかってくるとめっちゃ期待感があるんですけど、おお、天城くん、天城くん今いくつだ。もうここら辺になってくるとプラスいくつになってるのかよく分かんなくなってくるな。じゃあ SR ガチャ補助券を5枚消費して1個手に入れましょう。虹ってやっぱりそうそうかからないっすね。清本か、清本くんもな、ちょっとな、使う機会がないからな、ミキサーに回すか。じゃあプレミアムの方に行きましょう。まずは10連ですね。一応ね、最初は SR の出現率が2倍にはなってくれてるんで、まあ、SR が出てきてほしいんですけれども、まあそこはなかなか難しいですよね。どうしよっか。タンガチャ引いちゃおっか。タンガチャから行きましょう。ポン、 R とさ PR の見分け方とかってあんのかね。そこら辺が全然わかんないんだよな。一ノ瀬の R、 じゃあ10連初回いきましょう。やっぱね、ググーはポイントですよね。まあ別に、ほうほうほう、特に何にもなしか、まあそんなもんでしょう。2倍って言ってもやっぱね、そうそう出てこないもんなんですよね。二宮、今度は R かな、二宮の。うん、 PR もちょっとな、微妙だな。無視かとか、いやー、ここはかなり微妙でしたね。じゃあ2回目に行きましょう。まあ、2回目はどっちかですね。どっちか、一ノ瀬か二宮、まあ、どっちかっていうとね、一ノ瀬くんの方がいいんですけどね。一ノ瀬くんはね、解放しないといけないんで、固有を発動させるのにはどうしてもね、全部で SR が4枚必要になるんで、まあ、とりあえず一ノ瀬をゲットですね。よしよしよし。普通の二宮くんがよく出てくるな。ははは、君か、
R 持ってなかったんだな。じゃあ次は3回目、3回目は、二宮が確定ですね。2枚抜きとかやっぱそうそうないね。ここでおお2枚抜ききた有言実行。何が有言実行なんだかよくわかんないけどおお神宮寺、神宮寺くんはね結構いいキャラですかね。しかもPR も出た。本当はね、SG が限定ルートが来た時3枚揃えてやりたいんですけどね、なかなか限定ルートが来ないっていう。じゃあ次が一ノ瀬くんですね。一ノ瀬くんの確定と、さあ来い1個。おアンヌ、アンヌもねわりかしレベルは高かったと思います。せっちゃん PR か。せっちゃんはね SR がもうプラゴになってるからね、まあただ PSR をね育てないといけないっていうけど、なかなかそれは難しいよな。というような感じだったので、とりあえずここで一ノ瀬が2枚手に入ったでしょ。でさらに十血打倒で1枚手に入るでしょ。でこれで3枚だよね。でそうするとプラス2になって、で PR を重ねればまあプラス3にはなると思うんで、まあ、チャレンジは走らなくてもプラス3はいけそうですね一ノ瀬は。なので今回はもうガチャでねちょっと石を使っちゃったので、まあパワチャレの方は走らない方向で、いきますか。というような感じになりましたので、まあ一ノ瀬とね二宮を使った、サクセスも、まあ、また後日やっていければと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。